ゆっくりと、そして自分の居場所だと改めて再確認したという後楽園ホールのリングの上、さあゆっくりと坂本博之が登場です。若さがあります、勢いがあります。さあ坂本としては勝利は当然です。問題はいかに自分のボクシングを展開し、いかに圧倒的な力でこの相手をキャンバスに沈めるかです。落ち着いています。再起第2戦です。前回は1ラウンド2分23秒で見事再起を飾りました坂本です。さあ今日の再起第2戦、一体どんなボクシングを見せてくれるんでしょうか。落ち着いています坂本博之です。相手を今一つ睨みつけました。さあ再起第2戦、 OPBF タイトルマッチの前哨戦とも言ってもいい今日のこの試合です。そしてその先には5度目の世界挑戦、自分の夢、ファンの期待一心に背に受けて、さあ後楽園ホール、自分の居場所と称したその後楽園ホールのリングで再起第2戦、大きな拍手が上がりました。今回の試合の課題はありませんと話した坂本です。とにかく勝つのみ、勝ち続けるのみと話しました。左を軽快に出していきます。白いトランクス、坂本博之、左からのワンツーを放っていきます。今更負けているものは何もない。とにかく勝ち続ける。そこから自分の得るものを探していく。そう話した坂本博之です。前回は1ラウンド2分23秒で、あっさりとその再起戦が終わってしまいました。前回は1ラウンドで終わった。今回は少し長く自分の調子をこの後楽園ホールのリングで見ていきたい。ただボクサーとしての本能、チャンスがあったら倒してしまうでしょう。そう話しました坂本博之です。落ち着いています。おーっと左を出していきました。ランナムキャットプラサンチャイです。青いトランクスがキャットプラサンチャイ、タイのスーパーライト級5位です。現在日本スーパーライト級2位にランクされている坂本博之、この後は OPBF タイトルの挑戦も計画されているという坂本です。今日は非常に内容が問われるリングになります。おみ坂本、ファイティング原さん、はい、落ち着いてますね坂本が。そうですね、よく見てますね、相手なんか怖がってるような感じですからね、まあ1回目はこういう風にチャンスを見てみますから、はい、浜田剛さん、坂本博之の動きいかがですか。はい、うん、まあ、ゆっくりした相手を見ながら、ちょっと確かめながらというふうな今やり方ですね、はい、まあ復帰第2戦目ですからね、そういったやり方で十分噛み締めるというのはいいでしょうね、はい、前回は1年3ヶ月ぶりでした。バンテージを巻くグローブリングに上がる全てが一つ一つが確認作業だった。今日はこの次の試合に向けて自分を再確認する、そう話した坂本博之。左右、落ち着いています。少しずつ少しずつこのリング上の感触を確かめている、そんな感じが伺える坂本博之の第1ラウンドです。1年3ヶ月ぶりの前回の再起戦が1ラウンドわずか2分23秒で終えてしまいました。今日はちょっと長くしてみたい、そんな話もしていた坂本博之。強烈、この左が坂本の真骨頂です。左です、前に出ていきます。左から右がワンツー、少しこの状態を丸くかがめるような形になっています。おっとバランスを崩したキャットプラサンチャイ。さあコーナーに早くも坂本が始めて、左引く画面、左の連発です。坂本博之、白いトランクスです。平成の KO キングと呼ばれました坂本博之です。ここまで36勝のうち26 KO。
坂本の人気は全く衰えません。今日も後楽園ホールは超満員です。ワンツー放ってきます。キャットからサンチャイ全く動じません。落ち着いています。前に出ます。細かいパンチが3連発。坂本博之第1ラウンド最後左のフックがキャットからサンチャイの顔面を捉えました。さてファイティング原田さん、坂本博之選手の再起第2戦ということになります、はい、前回はとにかく1年3ヶ月ぶりという試合、とにかくその実戦になれるということが前回の試合、そして今回はまた違った意味になってきますね。そうですね、どうしても勝たなきゃならないですからね、はい、1回でまあ素晴らしい KO 勝ちということで、今回やっぱりそういう意味でね、自分で勝ち見せているような1ラウンドがそういう感じしますね、はいはい、非常に落ち着いて見てますね。そうですね、非常に冒頭の攻撃もいいと思いますよ、はい、浜田剛さん落ち着いてますね、はい、原さんの言葉にもありました、ね、まあ、あとは自分で噛み締めながらどういう風に当てていこう、これあの試合しながら急ぐんじゃなくて、はい、噛み締めながらやってますからね、それでいいでしょうね。それでどの段階でまたスパートかけるかというのも見ものだと思いますよ。そうですね、第1ラウンドは非常に落ち着いた自分のペースで完全に主導権を握った坂本博之。さあ一体第何ラウンドで坂本のラッシュが見られるでしょうか。試合は第2ラウンドに入っています。非常に落ち着いた第1ラウンドを見せました白いトランクス坂本博之です。10年のボクシング生活でこの2002年は決して忘れることのできない年になると思う、そう話した坂本博之。さあ強烈な坂本、さあここは手数を多く出していきます。青いトランクスのキャットからサンチャイ、しかし動じません。落ち着いています。前に出ていきます坂本博之です。上体を下げた大きな左の左から右、前に出ていく、ロープに詰める坂本。さん、はい、赤コーナー坂本陣営です、はい、田中トレーナーによりますと今日はとにかくクリーンなダウンノックアウトを狙っていくんだそうです、指示としては左をもっと多くして上下を打ち分けてしっかりと右につなげていくようにということです、はい、ファイティング原さん、その前回の再起第1戦は坂本のあまりの迫力に相手がこの戦意喪失気味にダウンをしてしまうという形でした、はい、そういった意味で今 そのリポートにもありましたすっきりダウン取りたいところですね今日は。そうですね、でも坂本君で今倒せるような感じしますけどね、非常にそういう面でよくキャットさんとるじゃないですか、はい、いやそれ見てますからね、そうですね、非常によく見てますね、強引に行きません、坂本博之です。チャンスがあったらすぐ行けば倒れるような感じですけどね、はい、羽鳥さん、はい、一方の青コーナーナンナームサイドなんですが、相手のパンチが強いのは十分分かっている、はい、左ジャブをしっかりついてフットワークを使っていけというシンプルな指示が出ています、はい、状態を少し丸める感じ、なんとかこの状態を動かしていく、はい、さあワンツー、ミオディ坂本ロープ際に追い詰めていく、ダルボディ強烈です。坂本博之いいボードですね、重いパンチです、ミオディ前回の再戦ではリングに上がるまでの動作を一つ一つ確認した1年3ヶ月ぶりの実戦でした。今日はリング上でのこの一つ一つの動作、それを確認している感じがあります。坂本博之、右の方に何とか上げてきましたね、徐々に徐々に上がってきました、これでパンチに、ウェイトも乗ったりする、さあボディ中心の攻撃です。坂本の原点は福岡県田川市にあります和白青少園です。普段は9時に消灯になります。ただ今日は特別です。坂本のこの公認のホームページを通じて和白青少園の生徒たちは今リアルタイムでこの坂本先輩のこの戦いを見守っているということです。ワンツーを放っていきます。キャットからサンチャイ全く下がりません。坂本です。上体を揺らします。ちょっと顔が好調したでしょうか。坂本博之左ボディ強烈です。ワンツーはキャットプラサンチャイ、しかしボディ左2連発です。坂本キャットプラサンチャイも積極的に前に出ていきます。浜田さん、キャットプラサンチャイも前に出ていきますね、はい、腰を引きながらではあるんですけどね、はい、あれは坂本左目ちょっと切れましたかな、ちょっと切れましたかね、左坂本左右のボディちょっと左目の上、顔が好調する場面がありましたけれども左目の上カットしたでしょうか。右ボディから左バランス崩したキャットプラサンチャイ、前に出ていく坂本博之第2ラウンド終了です。
第2ラウンドの坂本です。ファイティング原さん、第2ラウンド坂本ボディへの攻撃が目立ちました。そうですね、あの今右ですね、その前の左アップも良かったですね。左といえば坂本、坂本といえば左です。ただその左にボディ攻撃を交えまして攻勢に進めています。ただ浜田剛さん、左目の上カットまではいけませんけども、少し血が見えるような感じはありますね。ね、ちょっと振り切るかもしれないですね。さあ第3ラウンドです。第1ラウンドは様子を見ました。第2ラウンド少しペースを上げました。さあ迎えた第3ラウンド、坂本博之ボディへの攻撃、左からのワンツーです。左低い姿勢です。坂本右を放っていきます。キャットプラサンチャイ、上体を丸めて低い体勢を保っていきます。キャットプラサンチャイ、青いトランクス、左を放ちながら前に出ていく坂本博之です。左を出していきます。左、坂本を見ています。田中トレーナーによりますと、前回の再起戦腰の状態は6割5分、今回は9割近くまで回復、全く腰に不安がないと話しています。ただ左フックはもちろん、今回は練習でも非常に右ストレートが良かった、今日は右で倒しそうな気配もあります、そう話した田中トレーナーです。前に出ていく坂本です。ワンツー、キャットプラザンチャイ、さあコーナーに追い詰めていく、右キャットプラザンチャイ、左ボディー強烈。いやー、はい、萩原さん、はい、このボディですね。そうですね、あれ一発じゃなくて左右と返してもらいたいですね、そのストレートはね、はい、左といえば坂本です。ただ今回の練習では、はい、そんな感じもある納得のいかない KO 勝ち、今日はすっきりと KO で決めたいと話している坂本博之、見事な KO 勝ちです。ファイティング原さん、はい、これはもう文句のないすっきりとした KO 勝ちじゃないですか。そうですね、非常にやっぱり当たってからのね、連打こだつ時やっぱりいきますね、はい、素晴らしい KO だと思いますよ。浜田剛さん、はい、完璧じゃないでしょうか。そうですね、今日はまあ1回目から少し長いラウンドやりたいと言いながら、はい、そして2回目からピッチを上げて3回目にやっぱり手応えつかんで、ボクサーとしての本能、チャンスがあれば倒しに行く、そう話していました。第1ラウンドは慎重に落ち着いて戦況を見つめていました。しかし第2ラウンドペースを上げました。第3ラウンド、その本能が牙を剥きました。3度のダウンを奪いまして、若さの勢いのあるタイのスーパーライト級5位キャットプラサンチャイをいとも簡単にキャンパスに沈めました。あっと余裕の表情です。スペインシャーが勝てげれば、この再起第2戦坂本を祝福します。さあこの後は OPBF タイトル、そして世界が待っています。坂本の声を聞いてみましょう。さあそれでは勝ちました坂本博之選手にお話を伺いましょう。見事な KO 勝ちでした。おめでとうございます。どうもありがとうございます。3度の KO を奪いましたね。そうですね、まあ、あの試合内容といたしましては、あの僕自身、まあ、これはこの回あんま早いラウンドで行こうとは思わなかったんですよ。もうちょっとこう倒せるあれはあったかもしれないけど、まあ、元ボクシングで長いラウンドをちょっと戦いたかったんで、はい、3ラウンド KO 勝ちというのはではどうでしょう。想定したのより少し早かったですか。そうですね、あ、まあでもチャンスがあった時はやっぱし行っておかないと何があるか分からないんで、はい、今回の試合は前哨戦、東洋の前哨戦と言われていましたが、ご自分の戦いぶり振り返っていかがですか。そうですね、もう本当次はタイトルマッチなんで、もう僕自身もそうなんですけど、まあファンの方々や応援してくれる人たちのためにももっともっと熱い試合をしたいと思いますので、
そして坂本さん、ご覧ください。もう本当に、まあ今日は前哨戦ですけれども、タイトルマッチ並みのお客さんが入りました。そして皆さん白い紙に世界をという文字を掲げてましたよ。皆さんどうも本当にありがとうございます。こういった声援が、まあ辛い練習とかいろいろなものに耐えられるんで、どうか本当に、応援の方でよろしく。それでは最後にもう一度、この本当に大きな歓声、歓声が聞こえたと思いますが、皆様に一言よろしくお願いします。そうですね、次はタイトルマッチになると思いますんで、もう本当に必ず熱い試合を約束します。坂本選手でした。引きの大歓声です。1年3ヶ月ぶりの再起戦、今年1月の試合も同じようにこの後楽園ホールは超満員になりました。そして今日2度目の再起戦、この2度目の再起戦は今坂本選手の言葉にもありました OPBF タイトルマッチの前哨戦とも言っていい試合でした。また超満員のこの後楽園ホールのリングです。素晴らしいボクシングを見せた坂本博之選手です。ファイティングアナさん、はい、今のこの坂本選手のインタビュー、はい、コメントを聞いてどうお感じになりましたか。はい、そうですね、やはり辛い試合をして負けてきて試合をしてきたもんでね、そういう面でいろんな意味でこう自信に溢れてるね、はい、今度は勝つんだっていうね、そういうやっぱり勝たなきゃいけないんだっていうね、そういう使命感が出た自信のあるでしたインタビューじゃなかったんですかね、はい、非常に頼もしいですね。そうですね、はい、田村剛さんは今のインタビュー、はい、どんなお気持ちを聞きました。今までのインタビューよりですね、声が大きくなった感じしますね。自信に満ち溢れている。それと今日、まあ、1月に比べて今日の仕上がり、はい、順調にいったなと、次タイトルマッチ本番できるなというふうに確信したんじゃないですかね。はい、その腰の状態が非常に悪くて1年3ヶ月というブランクを経験しました。1回目の手術が去年の10月、レーザー治療でその神経の部分に当たってしまっている椎間板を削っていくという非常にこの痛みを伴う手術だそうです。そして1月の再起戦の後、その試合のすぐ後に2度目の手術を行いました。前回の試合の時の腰の状態は6割5分、今回は9割近くまで回復、おそらくこれから次のタイトルマッチに向けて10割完全なるこの腰の復活、それを目指してくるでしょう。本人はもう全く不安はないと話しています。これで2000年10月世紀の一戦、畠山貴則への挑戦失敗から1年3ヶ月を経て2連続 KO 勝ち。さあ次は OPBF タイトル、そして浜田剛さん、はい、世界ですね。ファンの希望がそういうところですからね、はい、それで今日のインタビューの次はタイトルマッチ、まあ、本大